韓国国民の10人に6人が南北首脳会談開催に賛成していることが分かった。世論調査専門機関リアルメーターが14日に全国の成人男女500人を対象に実施した世論調査の結果によると、朝鮮半島の平和定着のための出発点として、南北首脳会談に賛成するとする意見が61.5%に達した。 これとは違い、大北制裁と圧迫がも優先だとする応答は31.2%だった。なお、よくわからないは7.3%だった。年齢別では40代で賛成の比率が最も高く、続いて30代、20代、50代の順となった。60代以上でも賛成意見が反対意見を超えた。